皆さんこんにちは。今日はカルディの購入品動画です。撮影前に少し食べちゃったものもあるんですけど、まだたくさん残っているのでご紹介していきます。はい、まずはこちら定番のコーヒーです。種類は試飲でもいただけるマイルドカルディにしました。これは豆をひいてもらってきたので今もすごくいい香りがしています。そしてこれもよく購入するんですけど、シュガーパウダーです。これは試飲のコーヒーに入れてくれている白い粉です。私のイメージはミルクとお砂糖が一緒になったような商品かなと思うんですけど、甘いコーヒーを飲みたいときはこれを入れるようにしています。そしてこちらはマシュマロビッツです。こんな感じで入ってます。こちらはクッキーやアイスクリームにのせて食べるといいのかなと思うんですけど、私はコーヒーやココアに入れたいなと思って買ってきました。これちょっと今コーヒーに入れて作ってみましょうか。これ開け口は2タイプですね。じゃあ入れてみます。見た目は柔らかくなって少し膨らんだ感じもしますね。あーでも時間が経つとやっぱり溶けてきましたね。そして飲むためのお酢、いちご酢です。最近本当飲むお酢にハマっていて、コストコやカフェラテで買ったみちょもよく飲んでいるんですけど、いちご酢は見たことがないなと思って買いました。まあ、いちごだからお水や牛乳、炭酸水どれで割っても美味しそうですよね。まあ、飲むお酢は本当体にいいと思うんですけど、こういった果実酢だとすごく摂取しやすいと思います。そしてゆず茶です。これは大きめの果肉がたっぷり入っています。このゆず茶は私はお湯を入れてホットにして飲むのが好きなんですけど、夏は水と氷を入れてアイスでも美味しいです。今の時期だったら寝る前に飲むと体が温まって寝つきも良くなるので大変おすすめです。風邪気味の時なんかも私は生姜湯を飲むよりはこのゆず茶を飲むことが多いです。次はスノーボールクッキーのレモン味です。これはレモン味が一番好きです。もう本当大好きでよく買うんですけど、今まで販売されていたものはこの倍くらいの量だったと思います。このサイズは新しく出たのかな。一粒で十分満足できるお菓子なのでこのくらいの量がちょうどいいと思います。これ本当ブラックのコーヒーにぴったりです。で次はウォーカーというところのバタービスケットです。これ写真を見るとカロリーメイトにすごく似ているんですけど、実際はあんなにしっとりはしていなくてサクサクっとしたビスケットです。バタークッキーが好きな方にはおすすめです。次はホワイトチョコレートのケーキです。パウンドケーキみたいなお菓子ですね。これは賞味期限が5月までなので急な来客時に置いておこうと思って買いました。結構突然お茶しようってなる時があるのでそんな時用のお菓子です。そして今回飴も買いました。こちらはリンゴバターキャンディーです。リンゴとバターのキャンディーって珍しいですよね。そして最後です。パクチーポテトチップスです。これはもう一袋あったんですけど買ったその日に食べちゃいました。これはお店にあれば必ず買いますね。大好きです。
はい、以上が今回のお買い物でした。あと気になっていて買えなかったものはプレッツェルのミルクチョコですね。視聴者様に教えていただいたので絶対欲しいと思っていたんですけど、ちょうど品切れだと言われたのでまたチェックしたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。